ぼーっとして。どうしたんでアリンスか。今夜の仕掛けはどれにするか決めてもらいんせんと。チャヤオイラン、チャヤオイランの元気がないのは伊勢屋様に会えないからでありんすか。最近のオイランはわっちの前でもあんまり笑ってくれんせん。伊勢屋様が登楼されないようになってからずっと悲しそうでありんす。伊勢屋様が花魁のマブだというのは本当でありんすか。そうでありんすか。オイランは伊勢屋様に心底惚れていなさりんすね。嫌というか、わっちはあの方が少し怖いんでありんす。ショクラートは美味しかったでありんす。だけど、オイランといる時の伊勢屋様は優しく見えんす。でも時々ふっと何もない顔をなさりんす。すみません、うまく言えんせん。ただ見てるとわっちの背中がムズムズして、伊勢屋様と二人きりになるのは嫌でありんす。オイランの大事な人なのに申し訳ありんせん。オイラン、怒っておりんすか。そうでありんしょうか。
ふーん、ゆずがそんなことをね。そんなのしょっちゅうだって。あたしのマブは伊勢屋さんみたいにお金持ちばっかりじゃないからさ。店に来るのは月に一度が精一杯って人もいたよ。まあ、あたしの場合は出会い茶屋でこっそり合い引きしちゃったりするんだけどね。それにしても千早、本当に伊勢屋さんに会いたいんだね。一途なのはいいけど、思い余って変なことしちゃダメだよ。だから足抜けとか駆け落ちとか。そう言うけど、千早って真面目な分、思い詰めるととんでもないことしそうでさ。どうしたの？お腹痛いの？あ、あれ？じゃあ今日は仕事も休みだね。早く帰ってあったかくして寝るといいよ。ちはや、ああよかった、まだ起きてたね。すまないけどね、ちはや、今から松屋に行ってくれないかい。市長が馴染みの石津屋様に呼ばれてたんだが、向こうで急に具合が悪くなったみたいなんだよ。大事な商談の場だから機長を当てにしてたらしいってのに、まったく何をしてるんだか。今機長がこっちに帰ってくるところだから、あんたには代わりに松屋に向かってもらいたいんだ。他の遊女なら石津屋様も不満だろうが、お職のあんたが出てくれるなら文句も言わないだろうしね。宴だけで床入りはなしだから、なんとかなるだろう。
ちはや。ごめん、気分が悪いっていうのは嘘。あのね、松屋で隣の部屋に伊勢屋さんが入っていくのを見たの。あっちも誰かに呼ばれての商談っぽかった。偶然のふりして少しでも話せるといいね。なのです。ああ、それは。帳簿、帳簿は持ってきているんだろう。見せろ。ここの数字はどうなってる？俺が仕入れろと指示したよりだいぶ少ない。本当に事故があったのか？この船が着いたのは先月の話だろう。
上方からの航路上に大きな嵐があったとは聞いていない。そうかもしれない。だがそれは確実な裏を取ってから言うことだ。この船主は以前にも何度か同じような理由で積み荷をなくしている。それを調べるのがお前の役目だ。消せ。南組の頭には線から話をつけていた。何かあれば汚れ仕事もこなしてくれる連中を借り受けられることになってる。お互い持ちつ持たれつということだ。マスカケの事実があればまた報告しろ。